XP-9 ボーイング XP-9 はアメリカのボーイング社で製作されたアメリカ陸軍航空隊最初の単用戦闘機、ボーイング社内故障、モデル96。本機に導入された洗練された改良構造は後のボーイングの設計に影響を与えた。一機だけ作られた試作機はパイロットの下方視界が不十分で安定性にも問題があったため、 計画はキャンセルされた。XP-9 はアメリカ陸軍の単用戦闘機の要求に応じて1928年に設計された。航空機設計における本機の意義は、その後の航空機の標準となる、セミモノコック構造であった。ボーイングは当時の自社の複用戦闘機 P-12 に、XP-9 の構造の特徴を取り入れ、XP-9 に類似した。 セミモノコック構造の金属胴体を持つ P-12E を製作した。また、P-12C の降着装置のアレンジは、XP-9 に最初に試みられたものを生産仕様に適用したものである。A028 から386と書かれた、XP-9 試作機は1930年11月18日に初飛行した。 使用書には印象的な数字が並んでいたが、胴体の上、パイロット席のすぐ前に置かれた巨大な主翼が、下方視界を遮り、単純な着陸操作にも危険を及ぼすことが直ちに明らかとなった。ライトフィールド陸軍試験センターのテストパイロットは、XP-9 の安定性の不足が極めて重大であり、垂直尾翼の増積が直ちに必要であることに気づいた。 大型化した金属外皮の垂直尾翼が用意されたが、見るべき改善は得られず、この修正された XP-15 は、わずか15時間のテスト飛行の後、1931年8月、地上での教育用の機体として使われることになった。ジェナ、ビル、ワールズワーストエアクラフト、グレニッチ、CT、ドーセットプレス。 1990 ISBN 0-88029-4906 AB Pedigree of Champions Boeing Shins 1916-1969ボガー・ジョーボーイング XP-9 60-1998アクセスデート17 March 2007 ABC エデンミング2002 P74-77 ありがとうございます